栄養系バーベナ、ラナイとラナイアップのご紹介です。皆さんご存知のラナイ、くっきりした花色、ユニークな花色、花数が多い、うどんこに耐性を持っているなど多くの特徴を兼ね揃えます。美しさと強健さを併せ持つ品種です。こちらはラナイアップ、皆さんに今回特におすすめしたい品種です。昨年8色を皆さんにご紹介しましたが、今年は新たに5色追加になりました。合わせて13色です。そして今年の秋から刺し穂の販売も始めました。さらにもう一つの情報が、すべて同じ価格に統一しました。今までプレミアムと通常色が値段をつけていましたが、すべて通常色と同じ値段に変更しました。これはラナイとラナイアップの比較です。左がラナイです。右がラナイアップです。横張り性が魅力のラナイアップ、ラナイですが、その特徴が生産性が悪いというマイナスの効果を生んでしまいます。一方ラナイアップはしっかりと 花をつかせ、少し上に上がっていくタイプなので面積効率がとても良くなります。皆さん、ラナイを栽培するとき、あるいは販売するときに店頭でこのように株が引っかかるという経験をされたことがあると思います。しかしラナイアップはそのような心配がありません。生産効率、販売効率を重視したのがラナイアップ。そしてそのパフォーマンス、魅力がたっぷりのラナイ、まさにプレミアムです。欲張り性があるラナイはコンボなど寄せ植えに作りやすい品種です。プレミアムなラナイ、生産効率がラナイアップと覚えておいてください。詳しくはウェブで紹介しています。ぜひご覧ください。